今石崎バイオのところに来てですね、鋼さんから預かったものを金森くんが入れたりしてたんですけど、それも終わりましてですね、今彼が左手に持ってる、この植物、これエケベリアなんですよね。さっき鋼さんのお店で取りました木のように高く伸びてたやつ、名前はコッキネア、エケベリアのコッキネアっていう、やつなんですけど、まあ、実はこれの脇っちょにね小さな芽が入ってたのを、じゃあこれ組織培養しちゃおうっていうことで、今あっちでですね、その小さな芽全体をですね消毒しているところです。でまだこれですね交配してる人はいないらしくて、世界でただ一人オリバーさん、オリバーさんって言ってましたか、まあオリバーさんっていうオリバーっていう方がですね、こういう木立ち性のやつの交配をやっている人がいるんだそうですけど、ただそれもまだまあ一般市場にそうは出回るっていうことじゃなくて、まあせっかく作ったとしても葉差しとか挿し木で増やす程度でしょうから、そんなに大量にないができないんだろうっていうことで、じゃあこれ一気に作って盆栽作っちゃおうかなんて金森くんと話してます。これ鋼さんから金森くんがもらったやつなんですね。ですからこれはもう金森くんが自由にして構わないっていうやつなん で私もちっちゃな芽切り取ってもらって、うちの方で瓶に入れますんで、俺と金森くんでがっつりこれのまず苗を作ってですね、畑に植えて、じゃあでっかくすっかなんて話今してたんですけど、とりあえず金森くんはこっちのやつをうちに持って帰って、挿し木したり葉差ししたり、してですね、小さな脇芽の部分はこっちに入れて瓶の中で、まあ、大量に苗を作る、まあ、そんなことで今2人で大きな夢を見てるってところですね。まあもちろん鋼さんも後輩はしたりはしたんですけど、俺と金森くんは2人は2人でそれぞれにこう思うところがあって、じゃあこれ大量に作ろう、まあそんなことを話しながらですね、今彼がこのようにして、消毒をして、もう少し経ったらですね瓶の中に入れると思います。